こんにちは。マスタードで商品開発を担当しています高橋と申します。マスタードが日本に進出するにあたって一番初めに僕の方で開発させていただいたのがアジング用のワームになります。マスタードは世界的にビッグゲームに使うような大きな針を得意とする会社なのですが、今回は日本向けということでわざとこのような小さい針を使うようなフィネスゲーム、ソルトウォーターのフィネスゲームの代表格でアジング商品から開発をスタートしました。アジのワームを開発するにあたって私どもが一番最重要課題としたのは素材の良さです。アジワームの素材の良さとはどういうことなんでしょうか。よくアジワームの服なんかを見てもわかるんですが、基本的にキーパーがないです。ですので一回刺してちゃんと針の上に残っていること、となるとある程度硬い素材ってことになりますが、硬いと今度は口に吸い込みが悪くなりますので、柔らかいけれども持つ素材、そういう特殊な PVC を開発してまいりました。2020年には7機種をご紹介します。左からヒラヒラ、ナフナフ、フラフラ、ピロピロ、バチバチ、ツルツル、バチフラになります。このワームたちは水流の変化によって使いやすくなるようにと考えています。よくアジングで困ってしまうのはどこにワームがあるんだか分からなくなる、そういう言葉をよく聞きました。ですので水流によって心地よい抵抗が釣り人に伝わるようにと考えてデザインされています。それが初めの5種類、それプラス新作のツルツルとバチフラ、計7種類になります。